ハローエブリアンとあれ、今回やってるんですね。今回はですね。ということで、今回こちらの病院を使った検証をしていこうと思います。いつも思うけど、なぜ旗が人参なんだ。でですね、ついにこの前、この病院の2階を作りました。遅い。遅いですね。やっと作ったんですよ、僕2階を。もう住民たち、なんか住民みんな本読んでんじゃん。何に読んでんの？ちょっとこっそりチラ見しちゃいましょう。あらー、虫の本読んでる。そしてお前は？お前も虫の本読んでんの。んで、君は漫画見てるんだ。でですね、2階に行くと、このように住民たちが入院してるんですよ。今日はもういっぱい出ちゃったから、ちょ、あー、どうした？急に母国語出てるよ。病院でつまんないな。起きるご飯寝るの繰り返し退屈すぎる、さすがに。で、今回思ったのが、入院してる住民を無理やり施設で働かせたらどうなるのか。いやー、今回もクソみたいな企画ですね。入院してんのに無理やり働かせようとするという。こんな鬼なやつ、いますか？いますね、ここに。ということで、じゃあ今回、ロゼオさんを無理やり働かせてみましょう。じゃあ、アパレルショップで働いてもらおうかな、ロゼオさんには。両手がちゃんに見えますよ。ん？今、見せ目何だった？ちょっと試着室の中覗いちゃおっかな。ん？見なかったことにしよう。どうやって働かせた？ここか！今、店長パタヤなんですけど、この店長を今入院してるロデオさんにしていきたいと思います。あ、いましたね、ロデオさん。さあ、選べるから、まず。今、入院してるよ、ロデオさん。入院してるけど、働いてくれるのか。それでは、早速行きたいと思います。せーの！ロデオさん？今入院してましたけど。ロデオさん、いいっすか？働いて。店長になっていいっすか？今、めっちゃ入院してましたけど、大丈夫なんすか？ロデオさん、今入院してたはずなのに、これ働いちゃって大丈夫なんすか？ちょっと待って、病院どうなってんだろう、そしたら。今度はパタヤが入院してる。俺さっきまでパタヤアパレルショップの店員で元気してたのに、次はお前が入院しちゃってるじゃねえか。ちょ、だって、ふざけんじゃないよ。それはうちだ。ぐー、いや、何の夢、気になる。気になるな。何の夢見てんのかすごい気になる。わー、今誰をします？花畑じゃん。あはは。むにゃむにゃ、大丈夫？ということで、検証結果は、入院してる住民をアパレルショップの店長にしたら、なぜか元気になって、で、さっきまでアパレルショップの店長だった人が、なぜか、入院するということでした。なんで？